はい、皆さんこんにちは、村長です。今日は新しいマルチバンドコンプも使ってボーカルのトラックメイキングをご紹介したいと思います。村長ミュージックスタジオ。まずはドライな音を聞いてください。7時12分の電車に飛び乗り、いつものカフェ、いつもの朝食。はい、このようにターゲットはマイナス12デシベルからマイナス6デシベルの間を狙って原因を作っておきます。次にプリアンプを少し通して音を整えます。先日無料でもらったSGA1566 というプリアンプです。ここでは基本的には整える程度、そのように思えばいいでしょう。そして今回はハイパスローパスは次の段階のイコライダーでもやりますので、通常ここにハイパスローパスでフィルターをかます時があるんですけれども、今日は割愛します。今日はボーカルですので少しサーチュレーションをかけます。ソフチューブの無料ででももらえるこのサーチュレーションを使ってみます。かなり違いが出てきます。7時12分の電車に飛び乗り、バイパス、いつものカフェ、いつもの朝食、テキパキ片付ける、入れます。就業時間はできる女をただ演じてるだけ。いい感じに存在感が出てきます。そして次がコンプレッサーです。マルチバンドコンプをここで使うのはマルチバンドの場合すごくキャラが作りやすいです。このマルチバンドは3バンドになっていて、上からハイ、ミッド、ローのように設置されていまして、ここにクロスオーバーの周波数があります。そしてここがスレッショルドですけれども、中域をかなりこのようにスレッショルドをマイナス15デシベルぐらいに合わせてあり、そしてレシオは4:1、こういうふうに設定しています。そしてアウトプットのゲインを少し上げています。ちょっと聞いてみてください。うちに帰ればまた一人なの、私よ渋滞独身 OL、 恋もしたいし夢も叶えたい。切ります。今もよ渋滞独身 OL、 かなり明るさが出ています。いつか誰かの一番でいたいの。コンプレッサーをかけることで、このヴィンテージマシンはポーリーコンプといいまして、 IGS オーディオという会社が作っているマルチコアというハードウェアをエミュレーションしているらしいです。右の方にバイパスもありますし、その帯域を完全にミュートしてしまうこともできます。これでキャラクターがかなり作りやすくなると思います。そしてドライウェットもあります。ですからこのドライウェットで随分差を作っていくことができます。ちょっとやってみましょう。あまり対象は差がないようにしておいて 60% ほどのドライミックスにしておきます。ミックスを変えていきます。7時12分の電車に飛び乗り、いつものカフェ、いつもの朝食、テキパキ片付ける、就業時間はできる女をただ演じてるだけ。ここでもコンプのキャラでミッドがやはり立ってきますね。ミッドをもう少し上げてみましょう。7時12分の電車に飛び乗り、いつものカフェ、いつもの朝食、
このぐらいのパワーがいいかも分かりません。そしてデジタル EQ を挿します。7時12分の電車に飛び乗り、かなりローカットしています。いつものカフェ、いつもの朝食、切ります。テキパキ片付ける、修行時間はできる女をただ演じてるだけ、週末のお誘いはあるけど、うちに帰ればまた。そして今画面にも大きく出てますように、先日から購入しましたパルサーオーディオ1178、これを最終に入れて整えます。7時12分の BGM もオンにします。飛び乗り、いつものカフェ、いつもの朝食、テキパキ片付ける、修行時間はできる女をただ演じてるだけ、バイパスします。電車に飛び乗り、これが元々です。なかなか存在感のあるボーカルになりましたね。もう一度すべてバイパスから一つずつ入れていきますので聞いてみてください。片付ける、修行時間はできる女をただ演じてるだけ、ポリコンプ入れます。週末のお誘いはあるけど、うちに帰ればまた一人なの。ニコライダー。私40代独身終わり、恋もしたいし夢も叶えたい、今も40代独身 OL、 いつか誰かの一番でいたいの。はい、どうでしたでしょうか。5つから6つぐらいのエフェクトを入れて音を整えています。特に今回のポーリーコンプは3つの周波数で編集できるマルチコンプですので、一番キャラを作りやすく、ボーカルの帯域の中域がうまく整えられるとかなりボーカルにツヤが出て、そして迫力も出るような、そういう音作りができます。皆さんもどんな感じでトラックを作っているか分かりませんが、こんな感じでコンプレッサーの2段掛けなどもうまく使ってやってみてください。村長でした。